ベルニッツは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属する、マチソンシリングスフィルスト行政共同体の一員。フランケン兵衛自然公園内に位置する。公式には17の地区から構成される。このうち、小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。議会は、12人の議員と、主張から構成される。 銀字で中腹に銀の波体がある三つの峰を持つ緑の山。その山から生えたように緑の菩提樹。木の両側にはそれぞれ強壁がある赤い塔。それを赤い壁が結んでいる。二年に一度南ドイツ最大の商用車、中古車クラブが開催される。2005年は9つのクラブによって約270台の車が全ドイツ、さらには ヨーロッパ内外から集められた。2007年は9月7日から9日に10のクラブが参加し、ベルニッツ園距離トラックステーションで開催される予定。ロマンティックフランケン観光連盟に加盟している。アウトバーン A7 号線沿いに位置し、A6 号線からも遠くない。ありがとうございます。